外国人タレントとして活躍し、バラエティ番組から俳優までマルチに活動していたケント・デリカットさん。現在はアメリカで貿易会社を立ち上げたりと、ビジネスで成功しているようです。今回はそんなケント・デリカットさんの経歴や現在の様子についてご紹介していきたいと思います。プロフィール。名前、ケント・デリカット。生年月日、1955年3月3日。身長180センチ。出身地、カナダ・アルバータ州レスブリッジ。ケント・デリカットさんは、カナダ・アルバータ州レスブリッジで生まれました。モルモン教、末日聖徒イエス・キリスト教会に入信しており、19歳で宣教師として来日。北海道の函館を拠点とし、2年間の布教活動を行っていました。このモルモン教では、海外で2年間布教活動をしないといけないという決まりがあるようです。また、お酒やタバコ、香辛料、カフェインなども禁止されていて、性的なことにも厳しい教えが。その布教活動から帰国後、ケントさんはアメリカ合衆国西部のユタ州にあるブリガム・ヤング大学に入学し、国際ビジネスを専攻していました。その後、大学は中退してしまいましたが、日米間を中心とした貿易会社、デリカット・インターナショナル・カンパニーを立ち上げ、しばらくはアメリカで仕事をしていたそうです。そして、1983年、28歳の時に再来日し、バラエティ番組、笑っていいともの外国人オーディションに合格すると、翌年の4月から、なるほどだ日本のコーナーでレギュラー出演をし、タレントデビューを果たしました。笑っていいともでは、遠視の丸メガネを着用していて、メガネを前後に動かすことで目を大きく見せるという芸が有名になり、また、ケントさんが登場の際には、ケント・ギルバートさんですと紹介され、それケント違い、ケント違いという鉄板のネタも誕生しています。ちなみに、ケント・ギルバートさんという方は、日本企業に携わる弁護士としてテレビに出演していた方でしたが、ケントさんと同じくモルモン教に入信していたり、同じ大学に通っていたことから親戚ではという噂もあったようです。お笑いタレント関根勤さんがケントさんのモノマネで、ユタをバカにするでないよ、ユタは田舎じゃないよ、などといったフレーズが大受けし、ケントさんのキャラクターは親しまれていきました。北海道の人気ローカル番組、水曜どうでしょうでも、俳優大泉洋さんが金髪のカツラをかぶり、ケントさんを真似るというネタがありましたが、個性的なキャラクターだったため、視聴者からは番組内で作られたキャラクターだと思われていたようです。日本語が上手なケントさんでしたが、独特な発音が面白く、愛されキャラとして人気を獲得していったんですね。また、明るく陽気なケントさんは、モルモン教徒だったため、番組内で下ネタを振られると不機嫌になったり、レギュラー出演していたバラエティ番組、世界丸見えテレビ特捜部で紹介された、海外のセクシー番組が流れると、目を背け嫌な顔をするほどでした。番組の司会者である所ジョージさん、ビートたけしさんには、その反応をいじられることも多々あったようですね。ケントさんがメガネを外すと、アメリカの俳優であるカーク・ダグラスさんや、プロゴルファーのジャック・ニクラスさんに似ていると、番組共演者にからかわれるなど、いじりやすいキャラクターであったことがわかります。1988年には、冠番組を持つことになり、島田紳助さんと司会を務めたバラエティ番組、紳助・ケントの世界が及びですでは、
抜群のトーク力を披露していました。そして、日産自動車のマキシマ、森永乳業のココア、エリオンなど、多くの CM に抜擢されるようになります。デビューした1980年代から1990年代は、バラエティ番組に引っ張りだこだったケントさんでしたが、その後、俳優としても活躍をされていて、2002年に出演した NHK 朝の連続テレビ小説さくらでは、岐阜、飛騨高山の見習い大工役を演じました。そして、この仕事を最後に日本を離れ、アメリカに帰国されたようです。2002年に開催されたソルトレイクシティオリンピックでは、自ら進んでボランティア活動をされ、そこでは JOC の竹田会長の通訳や選手村を訪れていたようです。そんなケントさん、現在は結婚し、5人の子供たちとアメリカのユタ州に住んでいるようです。芸能界で活躍後、アメリカに帰国したのも、子供たちの教育のためだと言われています。また、ケントさんは大の日本通として知られ、アメリカにある自宅には畳の部屋があり、そこにはこたつも常備してあるそうです。アメリカでは家でも土足生活になりますが、畳部屋だけは裸足で過ごし、友人や近所の方を招いたりと、畳部屋はアメリカ人に評判がいいみたいですよ。帰国後も日本の事務所、株式会社サンケイに所属したままですが、日本での活動はほとんどされておらず、直近では2012年に放送された情報番組、ワイドスクランブル拡大スペシャル、速報アメリカ大統領選や、2016年に放送されたバラエティ番組、ライオンのごきげんようゴールデン、大物だらけのサイコロスペシャルに出演されていたぐらいです。現在はアメリカでネットワークビジネス、カイアニといった健康食品などを取り扱うブランドのアジア統括マネージャーをしていたり、番組制作会社ロリアンエンタープライズを設立し、ドキュメンタリー番組日本の心がアメリカで放送され、高い評価を得るなど、ビジネスマンとして活躍されているようです。講演会も開いており、そこでは比較文化や家庭と教育、英会話について語っているそうですよ。さて、ここまでケント・デリカットさんの経歴、現在の様子についてご紹介してきました。モルモン教徒で布教活動をしに来日した後、アメリカの大学で国際ビジネスを学び、貿易会社を設立。その後、日本で外国人タレントとして活躍し、現在は帰国していて番組制作会社も手掛けるなど、ビジネスで成功しているようですね。仕事の依頼があれば、今後も日本に姿を見せてくれるかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。